はい、それではこの1週間の勉強の進捗の報告です。この1週間はひたすらこれをやっていました。やってたんですけど、この1週間結構勉強できない日も何日かあったりして、いつもよりはちょっと進みが遅いですね。あんまり進まなかったなと思います。どこまでやったかというと、この2冊は一通り最後まで終わりました。この宅建業法と法令上の制限と税その他、この2冊については最後まで終わってます。1週間だけで終えたっていうよりも、前の1週間も合わせて、2週間で1冊一通り最後まで終えたという感じです。で、権利関係についてはちょっと今週は、全く手つかずでした。優先順位考えた時に、今週一気にやるならどれかなって考えて、業法と法令制限と税その他、こっちを取ったっていう感じですね。でも権利関係もやらないとやばいので、次の1週間でこちらはやりたいと思います。それで解き方なんですけど、この問題集って一応4子択一の問題です。ただ解くときは1問1答解くときと同じようなやり方で解いてます。これは勉強を始めた時からずっとそうですね。4つの選択肢を検討して、消去法でどれか1つを選ぶっていうやり方ではなくて、まずもう一番上の選択肢から順番に読んでいって、1つ目の選択肢を読み終わった段階で丸かな×かなっていうのを考える。で、もし×だとしたらどこが×なのか、どこをどう直したら丸になるのかっていうのを丁寧に検討しながら解くようにしています。で、1問選択肢見て、その検討をしたらすぐに右側にある回答を見るっていう感じですね。それで、この宅建勉強記録の第1回の動画でもお話ししたんですけど、私はこの問題集解くときに成分化勉強法というのを採用しています。成分化勉強法っていうのは、問題文の方に直接答えを書き込んでいくやり方ですね、簡単に言うと。で、これ問題ってあんまり写さない方がいいのかもしれないんですけど、ちょっと短い時間だけ写します。こういう感じで、左側に問題、右側に回答っていう形式の問題集なんですけど、私の場合はもう1回目に解くときに左側の問題の方に書き込みをしてしまっています。正しいものだったら丸だし、間違えてる選択肢だったら、選択肢の文章のどこが違ってるのかっていうのを、オレンジ色のペンで書き込んでいます。なので、2回目以降復習するときは問題文見ただけでなんか答えが見えちゃってる状態なので、2回目以降復習するときはこの100均で買った赤い大きな下敷きで、こう隠しながら1問ずつ解いていくって感じですね。この問題集、テキストの方もそうなんですけど、もともと赤シートついてはいるんですけど、ちょっと最近はこれだとちっちゃいのであんまり使ってないです。で、右側の回答欄はなんか適当な裏紙で隠してます。これ8月分のカレンダーの裏紙ですね。こんな感じで隠しておいて、まずは左側だけ赤シートで隠してみる。で、丸なのか×だとしたらどこが違ってるのかを自分で考えてからずらす。で、こうやって見た時に自分の書き込みだけで理解できたら、もう右側は見ないです。で、次の選択肢の検討に入って、で、これ見た時に自分の書き込みだけだと、あれどういうことだっけって分かんなかったら、こっちの右側の、回答解説欄も見る。で、ここだけでも分からなかったら、テキストの方、教科書の方に、戻って確認しています。で、やり方としてはこんな感じですね。で、今回は解きながら間違えたものとか、正解はしたけど悩んだものには印をつけました。正解したけど悩んだものっていうのは、4子択一で消去法を使えば解けるけど、これがもし個数問題とかで出されたらちょっと自信ないなっていうものですね。自分の中で知識がまだ曖昧になっているものっていうのがだんだん見えてきたので、そこについては印をつけました。そんなに数ないので、こまめにそこの部分だけでも見直しできるようにすればいいのかなと考えています。そして次の1週間にやることです。次の1週間は最近買ったばかりのこのレックの出る順の直前予想模試、これを1回分と、あとは前回、前々回までやってたこの12年分の年度別過去問集を最低1回分で、それから今回ほとんど手をつけられなかったこの黄色の民星の権利関係ですね。
権利関係もやります。なんかこんなにやれるかどうかわからないんですけど、ちょっと目標は高くということで進めていきたいと思います。それでは今回の動画はこれでおしまいです。